皆さんおはようございます。夜おっちゃんです。今回もおっちゃんはね、この山奥の山ポイント来てみました。もうここのところね、ずっと雨続きで、ようやくこんな感じでね、今日は天気に恵まれたんで、もうね、そろそろクワガタの方もね、取れるんじゃないかなと思ってね、早朝から入ってきました。早速ちょっとね、ポイントの方歩いて行ってみようと思います。今ポイントの方来たけどね、これね、山の上やけか知らんけど、想像以上にちょっと風が今日強いな。まあ、ちょっとね、今ちょっと落ち着いとるけど、結構ねビュー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 風が強いんで、飛んできてるかな。まあ、とりあえずね、このポイント木の方を蹴っていってみようかなと思います。ちょっとこれ1本目蹴ってみようかね。落ちた落ちた、向こう側道路に落ちたよ。当たっちゃったもんね。ほら、おったおった、落ちてきた。深山や、これ深山やね。あんま大きくないけど、とりあえず一頭落ちてきたね。もう一回蹴ってみようかな。よいしょ、もう一回蹴ってみよう。ダメか、一頭だけか。うわ、もうここはもうスズメバチがおるわ。これなんでこんな早い時間からおるんかな。これここでなんか大きい米つき虫がおるわ。これうわ、もう吹き上げおるな。これちょっとすごいな、この米つき大きいな。これめちゃくちゃ大きいわよ、これ。うわ、飛んできた、なんか。うわ、もうスズメバチが飛んできだしたわ。ブンブン言いよるわ。これ、米つき大きいな。これ、ほら、わかるかな、これ。大きいね、これ。何米付きか知らんけど、むちゃくちゃ大きいわ。ほら、これ。カチカチ。でかいね。よし、今のうちやな、スズメバチどっか飛んでいった。ちょっとこれ蹴ってみようかね。あー、もう風が強いわ、すごいわ、木が揺れて。ちょっとこれ蹴ってみようかね。ダメか。わ、もう一頭おるわ、ここ米付きが。これダメやね。
この木はどうかな。飛んできてないんかな。やっぱ風が強いけ。ちょっと蹴ってみようかね。樹液が出てないわ。ここ小さいクワガタがおる。スジクワかな。なんかなこれ。めちゃちっちゃいのがおる。奥におるんかな。他にも。わあ、奥ムカデがおるわ。飛びずムカデがおる。ちょっとこれ蹴ってみようかな。どういうこと。飛んでこれてないんかな。全く落ちてこんもんね。あ、ここおった。おるわ。ここはおるわ。歩きおった。ミヤマや。ほら、ロール。あ、カナブンもようやく飛んできとるわ。ここ今年初カナブンやね。これ、ミヤマようやくおったわ。これ小さいけどね。歩いて降りていきよ。木をこれ、じゃこれちょっと蹴ってみたい。落ちてくるかわからんな。ほら小さいけどね。こんな答え。かわいいね。これ樹液がマジで止まっとるわ。しょうがないわこれ。ちょっと蹴るだけ蹴ってみようかね。全然ダメやもん。ああ、ようやく太陽が上がってきだしたね。やっこちょっとこの奥これ蹴ってみて、ダメやったら今日はダメやね。また次回やな。これちょうどはるかに超えとったな、この風の強さは。うわっ、ここは蜂がおるわ。なんで？めちゃ蜂がついちょるわ。これスズメバチ2種類おるな。これがスズメバチ、オオスズメやね。これ下は何かな？ヒメスズメかな。うわー、もうこの時間から飛んできとんかよ。ちょっとこの木後回ししようかな。わ、また来た、また来た、また来たわ。ちょっと蹴ってみようかな。今一匹どっか行ったっけ。あ、あそこなんかおる。あそこなんかおる。あそこなんかおる。こっちにおった。お、平田や。平田がついとこっちの木に切り取られとったけど、隣の木にほら平田がついとった。これこんなとこにおるんかよ。びっくりしたね。これほら、この平田こっちに、ほら平田がおったか。まあ良かったね。でもとりあえずは。よし、ちょっとこれ蜂がおらん間に蹴ってみようかな。蜂がここ一頭まだおってるね。一頭なんでね、ちょっと今のうち蹴ってみようかね。
ちてこんわ。じゃあ次これちょっと行ってみようかな。今年はこれマジで取れんかな。なんか入っとらせんかな。わっ、これ下におるわ、スズメバチが。こら気をつけちゃうかな、やられるな。これ根っこから樹液が出よるわ、これやばいな。うわ、ここもおるわ。うわ、もうこの木は下の方にめちゃめちゃ樹液が出よ。これやばいな、めちゃくちゃ飛びよるわ。これちょっと、まあ、もうすぐに誰か殺しとるな、蜂を。うわー、こんなおるちょまんやったな。あ、この木は出よるな。カナブンがついとるわ、ほら。チョウチョとね、カナブンがついとる。下にもほら、カナブンが。あ、蜂もおるわ、こっち側。うわ、これ気をつけとかな、蜂がおるわ。あ、どっか行った。よしよし、今がチャンスやね。とりあえず今一回りしたけどね、今年はこれ取れんかな。7月入っとるんでね、いつもやったらかなり落ちてくると思うんやけど、今年はかなりね個体数が少ない気がするね。幸先よくね、でかいのが60オーバーが2頭ね取れたんやけど、これ今回はもう全然やったね。とりあえずね、今回取れた答えをね紹介しようと思います。こんな感じ。これちょぼいよね、たったこれだけやもんね。ミヤマメス一応ね一匹見つけたんやけどね、こんな感じ。平田がねたまたまついとったんでびっくりしたんやけどね、まだ出てきたばっかりなんよね。もう土かぶっとるもん。こんな感じで、もうサイズの方はね測るまでもない。これ5センチもないやろうけね、ミヤマもこんなに小さいけど。とりあえずね今季3回目このね山奥のミヤマポイント、結果はねちょっとしょぼかったけど、今季はまだねシーズン入ったばっかりなんで、またおっちゃんねこのポイント時間を見てね来ようと思います。とりあえずね今回3回目来てみたけど、風がやっぱ強いでね、ちょっとこれ今見えるかな、太陽がもうこれだけ昇ってきてるんだけど、これだけね風がビュー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 吹きよるんで、やっぱねクワガタの方も飛んでききらんのやろうね。とりあえずね今回はね寂しい結果になりましたけど、またねこのポイント本当足を運んでね来るんで、またねその時は動画を回そうと思うんでね、皆さんご視聴よろしくお願いします。今回はねこんな感じで終わろうと思います。